はい、ポケモンやっていきたいと思います。前回の続きからなので、ここからですね。よいしょ、頑張るよ僕のポケモン。あら、まあ負けないよねキャンプボーイね。何この二人付き合ってんの。うわ最悪だポニータがきついな。ポニータどっちにも刺さるやん。とりあえず悪いけどパチリスを先に落とすね。ベノムショック、あ生き残っちゃった。大丈夫大丈夫、うん、あでもいいダメージだね、うん、こうなってくるとポニータはこう小さくなるな。念力、あギリギリナイス、氷がでかい。ルージュラは仕事ができるよな、そういうところも好きなのよね。いいよ、おめでとうコダック。ちなみにコダックの進化ってレベル正直コダックは好きだけど、ボルダックになっちゃうとちょっと違うんだよね私の中で。なんだろう、ちょっとかっこよくなりすぎっていうか、可愛いフォルムが好きだからさ。あ申し訳ないね、この子供からお金もらうのが一番申し訳ないって言いながら、あの短パン小僧とかからもらいたいんだけどね。こっち向き方怖っ。あこれ何、今から私天眼山行くの、そういうこと。ケイジ君、これはさ、これがルージュラのターンじゃないよね絶対ね。あっ冷凍パンチ、ちょっと変えようかあ、おめでとう、素晴らしいです。ドーミラーって何がいいの。あ、ちょっとわかんない、どうしよう。ドーミラー性別がないのよね。初めて戦う子はちょっと、まあ、全然聞いてないいや、やばい、ダメージ食らってる時のルージェラ好き、かわいい。悪を使ってきたってことはよ、何がいいんだ炎とか効くんじゃないって無理だよねうち今ね。そうだね、いけビークイーンルージュラにね、やっぱお亡くなりになられるわけにはいかないから、聞かぬよそんなもの。オッケーオッケー。ここはさ正直ルージュラが先頭じゃない方がいいのかもなと。あ、これ上いけないんだ。いけないね。チェ。とりあえず、さっき傷薬拾ったんだよね。はーい、あげます。
リーシャンリーシャン、え、リーシャンが確か進化するとチリーンだよね。チリーン大好きなの。うわ、リーシャン欲しい。歌う。捕まえるわ、絶対捕まえるね。歌う。あれ運が悪いのかしら。かわいそう、ずっと驚かされてんのよルージラ。ちょっとかわいいよね。よし。いや、まあ正直ね、リーシャンがその進化したとて果たしてそんな使うかって言ったらわかんないけど、チリーンは好きなのよ、やっぱ。もうお察しの通りロケット弾がね、小次郎が持ってたっていう理由なんだけど。やったー。え、連れてきたい。どうしよう。ちょっと待ってよ。うわ、でも今コダックは抜けないし、ビッグイン先生は絶対抜けないじゃない。今一瞬ちょっと心は揺らいだ。毒ケイル抜けばいいんじゃないかなってちょっと思った。いや、でもコダック、水ポケモンは絶対に今必須だと思うんだよ。これ山だからね。パチリス、パチリスえ、パチリスも十分強いじゃん。うわ、ちょっと無理だ、今入れれんわ。とりあえずちょっとボックスに行ってて、うん、って言ってたら多分ね、そのうちチリーンが普通に出てくるようになるのよ。そしたらまあチリーン捕まえますよ。うん。あら。銀河団のおじさんじゃない？君は世界の始まりを知っているか？この天眼山は信用地方の始まりの場所。なんかさ、突然そんなこと言われてもって感じよね。そういう説もあるそうだ。できたばかりの世界では争い事などなかったはず。ポケモン勝負と争うことは全然違う。でもポケモントレーナーならそのこと忘れないでほしい。とはいえ心は弱いから難しいだろうけどね。では失礼。え、怖。ちょっとアップ面白いな。これ壊す意味あんまないよね。そっか、リーシャンか。タイプ的にはね、ルージュだと被るからいらないんだけど、エスパーだからね。まあ、被る被らないじゃないんだよね。やっぱ好きなポケモンっていうのがでかいからな。もう終わりだよ、ガンザンって。あ、こんにちは、山男。ウィース。めっちゃおるやん、山男。向こうに空手家の人もいる。行くとこいっぱいだね。いつくに。いや、なんか今回でもうジム行けるかなとか思ったんだけど、そんな簡単ではないわね。はい、とりあえずカータポケモン出さない人はこれからちょっとカットしていこうと思います。じゃあこっちから行く。こんにちは。この空手漫画、お前をコテンパンにしてる。子供に対してなんでことを言うの、本当大人げない。嫌いだわこういう人。ゴータ。うわ、そんな、なんか俺の投げ方ダサいな。いや、ちょっとね、ゴータの腕力強かったんだけど、ルージュラがちょっとほら結構なダメージを。この下なんだろうね。え、これって何？ああれだ、岩登り的なやつがいるんだ。なるほどね。じゃ今いけない系ね。こんにちは。
熱を熱いワークか。グーの音も出ないが腹はグーとなると。あ、そう、そんなお腹空いてんなら帰んなさいね、帰るか街へとりあえず行けばいいと思うんだけど。本当に。よし、なんだろう、モンスターボール。まあありがたいっちゃありがたい、うん、さっきね、あの捕まえるのに使ったし。うわ、進化系出た、ビーダル。ちょっとごめん、ビーダルはちょっとね、なんか顔が不気味、うん、さよなら。ちょっと不気味だよね。どうした、アロマなお姉さん。スーパーコンテスト、これって何、次の街じゃあショーあるってこと。うわ、楽しみ。テイコさん、ちょっと言いにくいわね。あら、ついに敵もミツハニを使うようになってきたのね。オスはこだわりなのかしらね。それこそさ、そのメスしか進化しないって知らなかった子供の頃はさ、なんか普通にオス連れてた私も。なんかオスをずっと連れてて、多分30とか超えた頃かな、レベル。進化しねえなって違和感を感じてた気がする。ロゼリアか。弱点つけるのは、あ、ビークイーンがいるわ、よかった。ちょっとルージュラやべえなと思ってんだよ、もう冷凍パンチが。あれ、弱点はつけないのかな。つけないわまあいいですよ。マジカルリーフかわいいそこっていうね。得になってしまった。素直に風起こししとけばよかったよ。164円の人多くない？なんかそう、ルールがあるのかしら、ね、毒消し、毒消し、はい。これ何？木の実じいさんの家。ちょっと先にこれ取っとこう。これ初めて見た、パイルの実。7の実、7の実って持ってたかな。出た、ブリーの実、ズリーの実。とりあえず木の実じいさんってやらに話しかけよう。木の実ください。あなた、木の実じいさんって木の実いかが。うわ、お金要求する系女子ね。まあいいわ、買うわ。待って、あ、一個ずつしか買えないの。これはね、いいや、じゃあひどい。あなたって木の実をどこに植えたか忘れちゃうダメな人。はい、そうだよね、私もそうな。あ、よかった。いや、てっきりさ、なんか、あんたほんとダメな人ねって言われたかと思った。木の実じいさんと呼ばれています。木の実の素晴らしさを伝えたくて毎日配っているのです。え、ありがとう、平の実。ありがとうね。毎日ってことはこれ日替わりで、じゃあいたりすんの、くれたりすんのかな。え、それこそじゃあ持ってない、え、これ、これじゃあ植える。これと7の実、ファイルの実とズリの実。いい感じじゃない？私この人覚えてる気がする。この人さ、あれじゃなかった？
ビートルじゃなくてズートルビじゃなくて尻尾がさ、あれの犬出す人じゃないの。全然違ったんだけど。でもマネネ初めてね。マネネな、マネネもロケット団にいたよね。レートパンチ、ダーン。ごめんね、急所に当たっちゃったわ。ウソハチ、ウソハチ好き。ウソハチはコダックなんだよ。マジ小さい頃木だと思ってさ、ウソッキーとか炎で焼こうとしたら違ってショックだったもんね。岩なんだもんね。くらえ。確かパールにはウソッキー出てくるんだよね。ウソッキーも欲しいな、好きなんだよね。だからなかなか私あの岩タイプって使い方がよく分かんなくて、いかんせんちょっとパーティーには入れられないというね。悲しい事態なんだけど。黙ってこれを持っていけ。要石、何それ。要石って何ぞ。要石、これだ。石の塔が崩れてしまう大事な石。時々石から声が聞こえる。どういうこと。後々使うってことかな。うわ、そう、マダムスーパーコンテスト賞。私も出ます。やっぱ自慢のポケモンいるんで、うん、他の出場者をケチョンケチョンにしてやれば。もう強気でしかない。何このミミロップ。ミミロルか。よくあなた偶然そこにいて、そうでなかったミミロルちゃん。どこまで逃げてたか。ミミロルちゃんもうサボに戻ってね。本当は嫌なんじゃない、ミミのことが。審査員してます。お礼したいからコンテスト会場に来てね。すっごい服派手だったね彼女。でもここ都会なんでしょ。都会ってことはさ、服屋さんとかありそうじゃない。ね、どっちも挑戦する。え、楽しい楽しい。ね、嫌じゃない、山男とかがこんな塞いでんの。ちょっと嫌だわ。大丈夫です、自分でいろいろ回りたいんで、うん、何ここ、ポケモン大好きクラブ。こんにちは。はい、どうも。やっぱポケモン大好きクラブだ。ポフィンを食べさせております。うん、ポフィン食べさせたいんだけど。私も辛いポフィンを食べると今度そのかっこよさが食べる前よりもアップします。うんうんうん、ありがとう。ポフィンどうやって作るの。やだ、自慢話長い人って好きじゃないのよね。あなたのルージュラ、普通の関係って感じね。私とルージュラさんはやっぱまだ普通なんだね。ちょっとラブな関係になるのを頑張るわ。これもただの普通の建物。あら、すごい地震ね。すぐ上に上がれるよ。上がっとこうか。こういうの大事だよね。うん。こんにちは。ポケモンに貝殻の鈴を持たせてあげて。何それ。貝殻の鈴？持たせたポケモンが攻撃した相手にはダメージを与えたとき、HP が。なるほどね。これは持たせるよね。回復で超。ムーマ。あ、それだけ。でもやっぱこういうのがあるから、やっぱ寄り道はしないとなって思うよね。個人的にも一番欲しいのはね、気合いのたすき。
タスキと、そうだな、何が欲しいかな。お金とかは別にいいからな。あ、ここは？これジム？わあ、どうしよう。ジム行きたいよね。誰今のあそこにいた人？そう、めっちゃ人いる。喋るだけでも結構大事だよね。じゃあ 長くなるよね。まあ、頑張れ。ほら。大丈夫な人、ポケモンコーディネーターよ。あら、そう。どうしたのメガネ君、そんな一人でそんなとこにいて。姉ちゃんや妹がやかましくて俺がやったの。あー、そういうことね。まあ、仕方ないわよね。兄弟多いとそうなっていくよね。一人っ子だからわかんないんだけどね、私は。あら、おばあさんいる、おばあさん。おばあさん何かください。なんでこんなにお年寄りっぽいの？すご。あれ何両方の家庭の親御さんがいるってことすごいね、それって。なんていうの、こういう時って。何住宅になるの？誰この人？あら、ごめんなさい。すごい、なんか顔でかいね。スーパーコンディションですか？楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはスーパーコンテスト賞でもすごく強いそうです。それと私のこと、この人ジムリーダーなの？え、この人ジムリーダーなの？全然印象にない。ごめん。何系の方の人？え、水じゃなかったっけ？ここって。違うのかな？え、じゃあ今回ちょっとさ、コンテストやってみる？なんか、せっかくだし。ジムかコンテストどっちかはやりたいなと思って、ここまで来たらね。あ、持ってんの持ってる。うん。ありがとうね。メリサいないらしいな。あの人っつってもちょっと弱そうだな。広場、え、フレア広場って何？こんにちは。あ、これ連れて歩けるようになるやつじゃない、もしかして。連れて歩きたいなってずっと思ってたのよ。可愛いポケモンと一緒に、ルージュラだよね、可愛いポケモン。ねえ、ちょっと本当に意義ありなんだけど、これ何、ルージュラが可愛くないってこのおばさんは言ってらっしゃるってこと？失礼しちゃうよ、本当に。でも、コダックで行くわよ。ちょっと待って。ひどい、これ。え、信じらんない。だって、パティリスとコダックは可愛いからここに出れますってことでしょ？嘘でしょ？え、これ、ルージュラで走り回りたいんだか、私。あ、メロメロ強いよね。これはちょっと、大事な技だと思う。ここでボフィン作るの？なんかいっぱい入れてみる？はい。ちょっと待ってくれよ。ルージュラと一緒にやりたい。これムチュールなら入れた？もしかして。進化させちゃったのミスだな、ほんと。悔しくてしょうがない。これが、まあいいや、コダックとパチリスいてくれてよかったよ。あなたたちなかったら私今頃死んでたよ、本当に。とっても地味な作業なの。なんか固まってきた感あるよ。うん。本当に料理してるみたいね。焦げる、早く。なに？やだ、難しいわ。
いやいやってちょっと難しいよそんな。まだ。もういちいち回転を変えるから焦げるのよ。どう？ダメそう？渋いポフィンレベル19。美味しくないやん絶対。まあ今度またやりましょう。え、なんか思ったより広いねここ。何これ、もののけプレート。これ何、あ、それハイレートとかそういうことではないのね。待って、相手見逃さない私こういうところ。ちょっとお守り小判嬉しい、お金いっぱい貯まる。でもな、ルージュラにお守り小判つけるか。コンテスト会場行こうって言われたわ。何ですか、うん、特別なんです。これから広場以外来た。これでルージュラ出せるんじゃない。出せないのかと思ったよ。なんかもう可愛くないって言われたからね。あ、コナック普通に出てる。いやマジ意義ありなんだけどこれ本当に。行くよルージュラ。すごく怖いでしょ。それがいいよね。すごいと思う。あれなんかもう手広げたんだ、ね、さっきの。あ、ママいるんだけど。あなた、あやこさんのお子さん？じゃあ、スーパーコンテストすごいかも。さあ、どうかな？ゆうたと、スーパーコンテストのこと、話したことなかもね。そうね。このシールもらってね。ありがとう。それちょっと貼るわ。うん。そのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげるといい感じ。参加する、参加する。驚いたよと。ママ退屈でよすがに遊びに来てたら、あなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。何、スーパーコンテスト賞に出るの？ポケモンの大舞台なのに、あなたがいつも通りじゃダメよ。わかった、なるほど。私がオシャレじゃねえって言われたわ。なるほどね。楽しい。ちょっと待って。とりあえず、ちょっとボールデコしよう。これなんだけど、今こんな感じで貼ってるのね。何もらえたのさっきの。え？何くれたのあのガールズは。あ、これか。あ、なるほどね。そんなに渦いるって感じなんだけど。いいわよ。なんか派手に越したことはないじゃない。いいのかそれで。じゃあこれでいいよ、うん、ごめんなさい、どいてください。うん、それこのすごくて素晴らしいポフィンをあげよう。ショーに参加させるポフィンにあげるといいよ。それとアドバイス、いきなりショーに挑戦よりは練習なんて私にはいらないのよ。やっぱ一発勝負っていう感じよね、うん、ポフィン、ポフィンはさ、どこにある？開く。すごい、まろやかポフィンレベル60。すご。あ、すごい。ちゃんと手を添えて食べてる。偉いね。うん。そういうこと？待って、渋いのが好きなんだよ、ルージュラって。私、渋いの作ったよ、ちょうど。やっぱ、運命かな。絶対運命だよね。たまたまだろっていうね。あー、かわいい。え、かわいい。全部食べて。ちょっと太っちゃうかもしれないけども、気にしないで大丈夫よ。その豊満なボディがきっとね、大丈夫、その審査員にも分かると思う。見
て美しさがどんどん上がっていってんの。まあでも美しいよね。でも可愛いもあげたいんだけどね。全部あげちゃった結局。瓶作りも頑張んないとね。木の実いっぱい集めないとね。よし、これでどうや。こんにちは、うん、参加します。美しさ、うん、まあまあノーマルだよね。初めてなんでね。歌う。スタイルって何？私の服とかそういうこと？私もっとなんかシックな服がいい。美しさコンテストなんだから。あ、待って、でも勝ったでしょ。横の人たち見てよ。私服だよ。私だけドレス。うちすげえかわいい。勝った勝った。勝ちました。あ、ちょっと土佐金とは強いかもね。まあでもあとは、え、なにこれ。突然始まってびっくりしたわ、今。え、コンテスト技とかで言ったら、キッチ打ったりするとかあんの？当たった当たった。ただ私音ゲーが苦手なので、ほとんどねタイミングがちゃんと合わないっていうね。大丈夫これ。どういう状況なのか後から撮った動画見るわ。上見てらんないんだもん。いい感じなのかな。ね、ジタバタはやばくない？これ美しさコンテストだよ。揺れてる。ルージュが揺れてるよ。終わったみたい。大丈夫かしら。成功みたいよ。ベストパフォーマー発表だって。うお。え？びっくりした。リノさんといい勝負すぎてさ。喜んでる、かわいい。だってビジュアル低くない？え？ビジュアル、なんでそんな低いの？おかしくない？まあでも余裕だったわね。何が余裕だったんだろうね。行くわよ、ルージュラ。つっかかっちゃうの、かわいすぎ。はい、ということでですね、一旦じゃあ今回はこれで、あ、ちょっと子供脅そう。うえー。ひどい。今回これで一旦終わって、次回ね、ちょっとジムリーダー、ちょっとボコボコにしてやろうと思います。はい、それでもこれで終わりたいと思います。バイバイ。